皆さんこんにちは私は広島県庁で大学生の皆さんの就職支援を担当している新潟と申します今日は就職について広島か首都圏かで迷っているという人にこそ聞いてほしいことをお話しします広島が地元の人も地元だからなんとなく広島という就職ではなくて今後の人生をの希望を総合的に叶えられるのは広島か首都圏か ととよく考えててて自自分分の未来将来将を自分で選び取っていっていいほしな思ます、えー、広島県としては出生率の低下や東京への一極集中で広島県の若い人がどんどん減っていく中でより多くの大学生の皆さんに広島県内で働き暮らすことを選んでもらって広島県の経済や地域を元気にしていきたいと考えています。今日は いろいろ比較して広い視野検討した上で最終的に皆さんに広島県内就職を選んでもらえるように広島県で働くことの魅力についてお伝えしようと思いますこれから20分程度お付き合いくださいよろしくお願いいたします広島で働く魅力について今日は暮らしと仕事の2つの視点からお伝えしようと思います えー、暮らしの視点からは移住地としての人気の住みやすさ仕事の視点からは、えー、強いものづくり産業と挑戦と題してお話ししますまず魅力の一つ目は暮らしの視点から移住地としての人気の住みやすさについてです、えー、広島県は最,終の最新の 移住希望地ランキングセミナー参加者部門でなんと全国1位と最も注目される県となっています都内地域の多島美瀬戸内海に浮かぶ島々の風景は世界的にも注目が高まっていて観光地としても人気ですが広島県の人気の理由として住みやすさなどをできるだけ客観的に説明していきたいと思います まず広島県は中国産地と四国産地に挟まれ季節風の影響を受けにくい地形のため一年を通じて温暖で穏やかな気候です一方で青森県が有名産地のりんご愛媛県や九州が有名産地のみかんの両方が作付けできる環境から広島県は日本の縮図とも言われています続いてえっ、ー 都市と自然のどちらも楽しめる点も広島の魅力です都市では仕事終わりや休日にスポーツ観戦が楽しめますカープやサンフレッチェの野球とサッカーはもちろん、えー、広島ドラゴンフライズというバスケットボールチーム JT サンダーズというバレーボールチームなどプロスポ,ーツスポーツのチームがたくさんあります また、網の目のように高速道路網が発達しているので、休日の移動にもとても便利です。海も山もあり、夏は海水浴、から冬はスキーなど、1年を通じて休日のレジャーが楽しめる環境が整っています。近年は海や川でのサップなどのアクティビティも人気です。 いて自由環境の面では家賃は東京とと比べてて平均約3万円近く抑えることができています家賃は給与の手取り額の3分の1くらいに収まると無理なく支払えると言われていますので家賃相場が安いと選択肢がたくさんあるということですね。また、えー、犯罪も少なく治安がいいということで安心して生活することができます。 それから家賃相場とも関係しますが、通勤時間も東京よりも短くなっています。電車の混雑率は帰宅時間やなどや東京より住みやすい数字が発表されています。通勤は毎日のことになるので、通勤時間や混雑率も仕事や住む場所を決める上で大切なポイントになってくると思います。 広島は大学進学率全国6位と教育圏としても有名です。また公園の面積も広くて緑も多い土地でのびのびと暮らすことができます。子育て環境も長く働くつもりであればポイントの一つですね。それから子育ててについて言えば 取得率としては海外に比べたら全然低い数字ではありますが広島県は男性育児休業の取得率がとても高くて企業理解が進んでいるという特徴があります平成22年度以降は常に全国平均以上の育休取得率で推移しています少し前の話にはなりますが本県の湯崎知事が育児休業を取得したことは話題になりました、えー 移住,と移住地としての人気住みやすさについての紹介は以上になります続いて魅力の2つ目仕事の視点から強いものづくり産業と挑戦についてです特に広島県の産業の特徴としては 山にも海にも恵まれた地形から歴史的な背景を持って製造業が発達してきたということが言えます。広島県内に本社がある企業は8万9748社。これは全国11位の多さです。支社等も含めた広島にある事業所数は12万7057社になります。別の調査数ですが、広島県の製造業の事業所数は えー、従業員4人以上で4577事業所に上ります。ざっくり言うと3割以上がものづくりの事業所ということです。このうちいくつか代表的なものをピックアップしてご紹介したいと思います。まず一つ目、鉄鋼業です。広島と山陰地方にまたがっている中国産地は、 鉄の原材料となる砂鉄がよく取れており、たたら製鉄が行われていました。このため、鉄を原料とする手芸ばりは、今でも広島県が国内シェアナンバーワンを誇っています。また、歴史を振り返ると、戦争の中で広島市は出兵の拠点であり、人や物資が集まる都市であり、原爆投下された被害の歴史が世界的な知名度で有名ですが、 呉市は戦艦ヤマトを建造した軍港都市でした。製鉄は軍艦建造とともに必要な技術として発達してきたものです。そして2つ目の産業は自動車製造業です。この産業抜きには広島は語れないといっても過言ではないほど重要な産業の一つです。皆さんご存知の通り、 自動車メーカーのマツダは広島の会社です。とはいえ、広島の自動車の、えー、タイヤやエンジン、座席シートやドアなど、全部をマツダで作っているというわけではありません。自動車関連の部品を製造する取引会社がたくさんあります。例えば、バスケットボールやバレーボールの製造が有名なモルテンも、自動車部品の製造を手掛けるサプライヤーなのです。 こういった広がりが広島の産業を支えています。三つ目の産業、造船業です。広島県が面している海、瀬戸内海は重要な交通網として昔から使われていたため、皆さん歴史で習った遣唐使船を作ったのも秋の国、広島だったと考えられています。遣唐使船から村上水軍、 戦艦大和まで呉エリアや尾道三原エリアで多くの造船業が発達していますそれから船舶修理なども全国的に高いシェアを持っていますそして最後に繊維業です江戸時代に福山エリアで繊維の原料となる綿花の栽培を奨励され りんごがすりが生産されていた歴史が発展のきっかけになっています中でもかすりの藍染を技術を生かしてデニム生産が行われ現在では国内シェアナンバーワンとなっています例えばデニム製造のカイはユニクロのジーンズやエドウィン、リーバイスなどの有名ブランドにも選ばれています ざっくりとですが、広島が代表するものづくり産業を4つ紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか、えー、こうやって見ると商品力やシェア率で見ると広島には日本や世界に誇る会社がたくさんあることがわかります。先ほど紹介した貝原やモルテンの他にも広島の豊かなフルーツの恵みを生かしたジャムの青旗、 小型ラジコンヘリ製造のトップメーカー、ヒロボ最近はドローンの開発も手掛けています。それから広島にはトップシェアを誇る企業や高い技術力を持つ企業がまだまだたくさんあります。こちらのスライドの QR コードを読み取っていただくと、広島県のホームページでオンリーワン、ナンバーワン企業として紹介していますので、こういう視点で企業研究してみても面白いと思います。 この他にも、この写真の夜景の大竹の化学工場など、海の運送、海運を支える立地の優位性から、えー、県外本社の大手企業の大規模工場も多く立地しています。広島県の製造品出荷額は約9兆7500億円で、中国、四国、九州地方で第2位。付加価値額は約2兆7000億円で、 中国、四国、九州地方での中でなんと9年連続1位となっています。数字としてもものづくり産業が発展していることがわかりますね。また広島県の平均月収は約35万円というデータがあります。これは平均月収ランキングで中国、四国、九州地方で福岡県を上回って1位。 それから全国的にも7位と上位にランクインしています。産業の発展が収入としても反映されているということがよくわかりますね。それから現在、広島県では IT 企業を中心とした企業誘致を積極的に行っています。フードデリバリーのオールドジャパン 半導体製造のマイクロメモリジャパン、IT 企業のバレットグループなど、数多くの企業を広島県に誘致しています。広島サンドボックスでは、AI や IoT、ビッグデータなどを使って産業や地域の課題を解決するための実証実験を行っています。DX ・デジタルトランスフォーメーションは、 IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念です。広島県 DX 推進コミュニティでは、企業や教育機関、行政等が協調、協働しながら、デジタル技術やデータの力の有効を活用し、将来のより良い広島県を作っていくために活動しています。 広島県を支える高い技術力を持ったものづくり産業の強さ、実証実験などチャレンジを応援する精神、IT や DX の推進などの新たな取り試みを融合させ、イノベーションが生まれる土壌を作っています。こ、はい、ここままででのの広島県で働くこととと、魅力をまとめると 1>, 1つ目は、程よく都会、程よく田舎であり、都市と自然のどちらも欲望ることができる住みやすさがあるということがお分かりいただけると思います。2つ目は、広島県を支えるオンリーワン、ナンバーワンのものづくり産業に加えて、DX の推進や IT の企業の誘致など、新たなことへの挑戦ができる産業の環境があることがお分かりいただけたと思います。 広島で働くことの魅力としてはこの2つをお伝えしました最後に広島県からのお知らせです広島の企業の調べ方について広島県のサイトや県主催のイベントを紹介させていただきますがまず皆さんに何で広島の企業を調べてほしいのかについてお話しします 今日は先ほどのセミナーでお話しした通り広島県に本社がある企業数は89,748社広島にある事業所数は12万7,057社となっています広島に本社がある企業約9万弱の会社のうち皆さんは何社の会社名を知っていますかおそらく20社入れただけでもすごいと思います もちろんこのうち新採用を行っている企業となればもっと少なくなりますが例えば20社知っているとしても皆さんの知らない約8万9000社のうちに皆さんの求めている条件にぴったりの企業があったらとてももったいないと思いませんかそのもったいないを少しでも少なくしていきたいですねここで広島の企業を知る方法として 先ほど、オンリーワン、ナンバーワン企業などのホームページを紹介してきましたが、広島就活応援サイト、郷広島もご紹介させていただきます。こちらのサイトは、学生の皆さんに就活に役立つ情報やインターンシップの情報、それから広島の企業を紹介しているサイトになりますので、ぜひ活用してみてください。 本日ご参加いただいている皆さんは、すでに LINE の友達登録をしていただいていると思いますが、卒業年次に合わせたイベント情報や、広島の主要19業界を取り上げた業界マップなども公開していますので、ぜひ LINE もチェックしてみてください。以上で、広島で働く魅力セミナーを終わります。ご清聴ありがとうございました。